ジンギパイン、ジンギバイン、または、生姜プロテアーゼは、生姜の地下系に含まれる、システインプロテアーゼである。P2 に、プロリン残期を持つペプチドの選択的切断を、触媒する。GPI、GP2 という2つの愛イソザイムが存在する。システインプロテアーゼのパパインファミリーのメンバーであるため、パパイン、ブロメライン、アクチニジンなどのより研究が進んだ構想との、 構造的、機能的類似性が見られる。これらのペプチダーゼの中心には、活性部位となるシステイン残機が存在し、加水分解によるペプチド結合の切断を触媒する。ジンギバインは、プロテーナーゼやコラーゲナーゼとしての活性も記されている。ジンギバインは、日本女子大学の市川義エらによって1973年に、最初に管理、生成と報告が行われ、 クロマトグラフィーによる単理によってジンギバインは GPI と GP2 という約22,500ダーの2つのアイソザイムとして存在することが判明した。ジンギバインの活性部位の触媒散残器によるタンパク質分解ジンギバインはペプチド結合を加水分解するために活性部位のサイズ、ヒズ、ASN の触媒散残器を利用する。ASN175 の存在は ヒズのイミダゾール感を安定化し、加水分解の触媒に最適な配置を保証する。触媒機構は、サイズ25からヒズ159へのプロトン転移で開始される。その後、スルフィドアニオンがアミノ酸のアルファ炭素を攻撃して、アミン元を置換し、アミンはヒズ159に結合する。安定化されたアミノ酸のアルファ炭素は、水分子による攻撃を受け、 サイズ25のスルフィドが置換されてカルボン酸に変換され酵素の活性部位から放出される。チオール元を保護するジチオトレートールを実験的に加えることでタンパク質分解活性が改善することから酵素活性における中心のシステイン残機の重要性は確証されている。 ジンギバインは、摂氏60度で最大のターンオーバー数を示し、摂氏70度で速やかに編成する。パパインやフィカインの指摘温度は、ジンギバインよりも高いが、ブロメラインはわずかに低い範囲で採用する。ジンギバインが、最も高いタンパク質分解活性を示す、pH は6.0であるが、肉のマリネに適した、pH4.5 から6.0の間で活性がある。 より酸性度の高いアイソザイムである GP2 の P は4.82、GPI は5.05、または5.16である。GPI に複数のピッチが存在することは、GPI が2つのタンパク質の混合物であるという仮説を指示している。ジンギバインは2000年にボストン大学の研究者らによって、X 線結晶構造解析が行われた。 酵素は221アミノ酸からなり、ASN96 と ASN154 の2箇所で N 結合型グリコシル化が行われている。ジンギバインのポリペプチド差はほぼ同じ大きさの2つのドメインへとホールディングし、1つ目のドメインは主にアルファヘリックスからなり、2つ目のドメインには逆平行ベータとが含まれる。両者の間には中性の溝が存在し、 活性部位もここに位置する。活性部位には、サイズ25、ヒズ1 5 9、AS、a セン1 7 5の触媒散々期が含まれ、共同的に三塩基触媒を行う。溝の深さは5.5、長さは9.5であり、中性であることで、広い範囲の機質との相互作用が可能となっている。ジンギバインは、P2 にプロリンを持つ、 ペプチド機質に対して結合特異性を示す。P2 を認識する S2 サブサイトと呼ばれる領域には TRP67、MET68 TR、ASN69、THR133 AS、ALA157 TH が含まれ、パパインファミリーの他の酵素で好まれる大きな素水性方向属残機はこの部位に入れなくなっている。一方で、プロリンは 複数の非共有結合的相互作用によって安定化される。酵素の構造は水素結合とともに3体のシステイン残機の間のジスルフド結合によって安定化されている。これはパパインファミリーの他の酵素の多くと類似している。酵素は溶液中では単量体として存在するが結晶化したジンギバインは各サブユニットの搭載によって連結された4量体。 より正確には二両体同士が二両体化した、ダイマー・オブ・ダイマーズを形成していた。ジンギバインの二つの残機には、複合型の N、結合型等差が存在する。等差は53単位の長さで、N、アセチルグルコサミン、フコース、マンノース、キシロースから構成される。ジンギバインの等差は、エンジュサフォーラ・ジャポニカの種子のレックチンや西洋カジカエで、エイサースド・プラターナスのラッカー税 A。 アブラナブラシカカンペストリスのエストをタンパク質に同定されているものとほぼ同一である。生姜の地下系ではジンギバインは植物細胞の機能維持に関する複数の機能的役割を担っている。ジンギバインは大部分のシステインプロテアーゼと同様、細胞質の膜結合型ポリソームで45 0ケイダの線具体タンパク質として合成され、小胞体へ分泌される。 ケイデル消耗体保持シグナルを持つ、このタンパク質は、ケイデル消耗と呼ばれる大きな消耗へ輸送され、タンパク質を貯蔵する液法と融合する。ジンギバインは種子、または植物組織でタンパク質貯蔵に関与しており、ただし主に貯蔵タンパク質の分解と可動化に関与している、考えられている。また、熱ショック、低温、脱水などの生物的、 非生物的ストレスにも応答し、誤ったホールディングを行ったり編成したりした、タンパク質を除去している。パパイヤ由来のパパイン、パイナップル由来のブロメラインと同様、ジンギバインは、食肉軟化剤として利用される。肉の調理の際に、または、乾燥生姜として加えることで、肉の柔軟性が増すことが示されている。肉の軟化は、人気バインが主要な筋肉タンパク質、特にアクトメヨシニア、 関節に存在する I 型コラーゲンを迅速に分解するためである。肉の軟化にはパパイン、フィカイン、ブロメラインなど他のパパイン酵素がより一般的に利用されているが、ジンギバインも同等、またはそれ以上のタンパク質分解活性を示す。また、ジンギバインはコラーゲン分解活性を有することが報告されている唯一の植物性プロテアーゼである。ジンギバインは 処理後の肉の食感の点で、パパインよりも好ましい食肉軟化剤である可能性がある。パパインはアクトミオシンを加水分解することができるが、他の主要な組織タンパク質も分解してしまうため、肉の食感はドロドロとしたものとなる。ジンギバインは、その結合得意性のため、主にアクトミオシンとアイガ型コラーゲンの加水分解が行われる。また、 ジンギバインは、ソーセージや焼き菓子の風味付けにも利用される。過去100年以上にわたって、ジンジャープロテアーゼは牛乳を凝固させて、生姜牛乳プリンを作る際に伝統的に利用されてきた。生姜牛乳プリンは、ホットミルクと生姜汁から作られる関東料理である。ジンジャープロテアーゼの牛乳濃度、カッパカゼインのタンパク質分解に対する、得意性から、この酵素は、 チーズの製造時のレンネットの植物性、代替品として期待されている。父の凝固は伝統的にレンネットなどから抽出した凝固酵素を用いて行われてきた。レンネットではヒモシンの3つのアイソザイムが父の主要なタンパク質であるカッパカゼインをフェイ105とメット106の間で加水分解する。これによってカッパカゼインの浸水的領域が切り離され、 主に疎水的な凝集体が残される。このように、酵素はカッパカゼインのミセルを不安定化し、タンパク質の疎水性残機の凝集を促進することで、業乳を引き起こす。レンネットの主な産業的欠点は、供給量が限られていること、効果であること、菜食主義者や特定の宗教集団では利用できないこと、そして近年にヨーロッパのいくつかの国では組み替え、 ウシレンネットの使用が禁止されたことである。菌類のプロテアーゼの多くは、レンネットの代替品としては、不適当であり、多くの植物由来の酵素は、チーズの収率が低く、質感が悪く、苦味が出る。しかしながら、生姜エキスから素抽出された生姜プロテアーゼは、不安定であり、摂取5度で保存した、再の活性の半減期は、約2日である。そのため、商業的応用は、 困難なものとなっている。酵素の半減期は調理時の効率に影響を与えるものではないが、この保存安定性の低さは商業化に際して改善が必要である。大規模生産のための酵素の安定化の試みでは、酵素の活性部位に位置するスルフヒドリル元を不活性化させる方法が検討されている。可能性のある機構としては、スルフヒドリル元の酸化、ジスルフド結合への交換、 ノ能マイナスチョール不可体の形成、重金属イオンとの結合などがある。0.2%アスコルビン酸ナトリウムは、摂取5度で14日間までジンギバインを安定化させることが判明したが、同等の濃度のエドタやコクルには、安定性にほとんど影響を与えなかった。ジンギバインは、自己分解によって、不活性化することが観察されているが、活性スルフヒドリルとシスチンや、 pcmb と反応させることで未然に防ぐことができる。アセトン粉末処理はジンギバインの安定化のための現実的な商業的手法である。アラショウガエキスから素水性の植物性ポリフェノールを除去した後、脱水のために低温でアセトン粉末処理する。水分活性の低下、植物性色素の濃度の低下、そして低温でのより強固な三次構造の形成によって、 構素は安定化される。ありがとうございます。